はい、また始まりましたけどね。もう寒いですからね。今日は焼酎のお湯割りから。焼酎はこれですね、高田焼酎ですね。20度、これ20度のままお湯割りです。目ぬぐだまる。札幌から出ている至福の深み、最近これにハマってるんですけれども、これはもう苦味がね非常に強い、とても美味しい、これぞビールという味がするんですよ。これは美味しいですよ。ビールファンの人はもう絶対に好きになると思いますよ。こんな感じでね、はい、はい、うまっ。こんな感じでどうでしょう。いつもあの辛口だれを頼むんですけど、今日は甘口だれにしてみました。どうですかね。うまっ、甘口うまっ、甘口だれうまいですね。うん、これは美味しい。うん、いきますね。で、ビールで。あー、おいしい。はい、今日の締めは札幌一番仙台味噌辛口仕立て。これはどうでしょうかね。初めて食べますけれども、これはもう美味しそうな予感しかしませんね。これはもう美味しいでしょ。これはもう美味しそうな予感しかしませんね。あ、なんか読めた足が気だるそうな表情をしてますね。メタシーが気だるそうな表情をしてますね。どうなんでしょうかね。はい、これは札幌一番と同じ味でもうまい。